ょ。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日は火曜日ですね、予定通り4レッスン頑張りました。さすがにね、足に来てますね、4レッスンは。ということで、これからね、また K の K 森くんのなんか将棋のやつもね、時折届くんですけども、一体何をしているのか今。で今日もですね、ハイタッチという、振り替え欠席アプリサービスの、レクチャーを、レクチャーといってもね2分ぐらいなんですけども、レッスンの途中とかレッスンの前後ですね、皆さんに少しずつこう資料を渡しながら説明をして、で再来週には一応使うという予定でちょっと今動いていますので、そのための、説明、プチ説明会を担当の方がね少しずつ進めてくれています。でだいぶ涼しいんですけども、ちょっとねじっとり汗をかいてしまうっていう感じですね。ですからちょっと今体がベトベトしてるんですけども、まあでも残暑はもうなくて、朝から結構肌寒くなってきましたね。ですからちょっとずつやっぱ上着を持ってこないといけないような感じになっています。で今日はねもう4レッスン頑張りましたんで、とりあえずショートランしたいと思います。で多分明日も4レッスンになると思うんで、ちょっとねこの2日間はタフになるのかなと思います。で昨日はロングランの後18時頃からですね、ちょっと面談があったんですけども、この面談は部活支援、大阪公立大学の、医学部だったんですね。全然ちょっと知らなくて、何学部なんていう話から医学部ですと。医学部テニスどれくらいやってんのって聞いたら、やっぱ2日に一遍やってるんですよね。結構頑張って練習してて、で女子も20名、男子も20名ぐらいいるっていう、ね、結構なんか大きな部活で、ただ普通の大学リーグじゃなくて医学部系の、そういうリーグ戦があって、それには出てるらしいんですけども、毎年女子は準優勝とか結構レベル高いんですよね。でなんでそんなレベル高いのって聞いたら、ちょっと大阪で、本戦1回戦2回戦のコーラがなんかたまたま集まってて、その子たちが抜けてしまうと全然初心者ばっかりやっていう話で、で20人いたら、なかなか練習もうまくみんなまとまっては練習してるけども、雨降った日とか日曜日とかね、日曜日は練習してないから、ですから月曜日は両方なくて、火木土水金土という形で男女分かれて練習やってるみたいですね。で医学部やのに結構練習は休まずみんな
来てますと。ですから6時から練習が始まるんですけども、長井公園とかね、大泉緑地使って練習してるみたいなんですけども、まあこっちの提案としてはそっちの大泉緑地がどっかコート借りてるんやったらうちで練習したらっていう話はしています。ただまあ向こうにもね、一応コーチがいるみたいなんで、ただうちは無償で部活支援という形でやりますんで、まあコーチにはちゃんと説明して、できたらコーチも一緒にやったっていいんじゃないのっていう話をまたしました。まあ学生にとってはねメリットのいい話なんで、まあ、あとは少しずつね予定を調整して、まあ、まずトライしてみようということで、まあ、帰りましたね昨日は。医学部って6年あるんですね。そんな4年、まあ卒業したら大体みんな国家試験取って合格したらみんな医者になっていきますみたいな話だったんですよね。なるほどなと。で、そういえば昔なんか医者になりたいって言って、近郊に行ったやつがおるなって言って、もうそろそろ近代大学で何年ぐらいになるんかなっていう話したら、向こうから強化くんですかとか言うんですよね。強化、そうや強化や、あいつどないしてんねんっていう話になって、もうよろしく言っといてか、まあまた遊びに来たらええんちゃうかいう話はしといたんですけども、でやっぱりこうテニスを通じて何かっていうことを考えた場合、まあ目標をね達成するということとか、あとはなんせ医者先生やっぱ体力いるんでね、まあ、そういう意味ではちょっと運動して体力を培って、なんかそんな働き方改革がどうのこうの言うてる先生じゃなくて、どこでも行ってやりますよと、どんと来いというようなね医者になってほしいという話はちょっとまあ冗談っぽく話をしたんですけども、まあそういう意味ではね体力作りにバックに来て、土曜日は走ったり練習やったりトレーニングやったり一生懸命やろうやっていう話で、まあ、まとまりました。ですから土曜日また今月1回ぐらいちょっと練習してもらって、あんな練習したらこんな練習したらという話をしてみたいなと思います。で今日のブログに一応リズチャンネルの、URL を貼り付けといたんで、今はまだ動画配信はないんですけども、どんどんねちょっとできたら登録してあげてほしいなと思います。で今、ちょうどパスポート取りに行ったとこを自分で撮影してきて、で妹がいるんですけど妹が編集を入れたと。なかなかねなんか可愛らしいというか、まあ、こんなんするんやっていう感じの動画になってるんで、あとは最初のね、YouTube 始めますという挨拶動画をねちょっとこう入れていきたいなということで、ハードワーカーには依頼してます。今日は穏やかですね。天気はまあちょっと曇りで雨が降るんかなっていう感じなんですけども、今日はまあ持ちそうですけども、暑くもなく寒くもなくいいコンディションですね。
がかなり低いですね。下が結構川の底が見えてるんで、魚でかい鯉なんかな、これ何の魚かちょっと分かるんですけど見えてたり、亀がねひょこひょこしてみたりで、ああ足が膝のあたりがね関節がちょっと疲れてますね。魚がねちっちゃい魚がぴょんぴょん飛んでるんですよ。最近リズはですね直接中学校から練習に来てるんで学生服で来てるんですよね。またその姿も昨日ちょっと見えたんですかね、途中まあ走る前にあったんで話はちょっとしたんですけども、ちょっとリズチャンネルは頑張って登録者数を増やして早く収益化したいなと思ってるんで、ぜひね皆さんちょっと協力してほしいなと思います。最近アジア大会で昨日テニスがねあんまりこう取り上げられないっていう話からしゃべくり7で車椅子テニスの小田くんが出てきて、また松岡がなんかあーだこーだやってて何やってんねんと思ったんですけども、まああれはあれで車椅子テニスの普及があっていいのかなというふうに思うんですけども、まあそんな中ねなんかサッカーでまあどっかの国がもうラフプレーをしまくって挙句の果てに負けた腹いせいで審判を追いかけますというね、なんかそんな、なんか最近日本でもサッカーが応援団がですねなんかちょっと暴言吐いてみたり、野球の応援でなんか変な応援が暴言と捉われるような応援がね結構目立ってんなっていう感じがするんですけども、まあスポーツの世界ねフェアプレーとかいろいろ言ってますけども、結構そういう部分は海外なんか結構ね差別的な応援が多かったりするんで、まあスポーツマンシップにのっとってという話は分かるんですけども、結構やっぱりこう厳しい世界なんですよね。ヤジはもちろんですけども、ね、そういう暴言的な熱狂しすぎてちょっとね、選手にとっても
サポーターにとってもあんまり気持ちの良くないことが結構あるんですよね。これはもう海外なんか行ったらもうすごいんで、そういうのもねやっぱ受け入れてやっていかないといけないんで、なんかあの人いつも不審ですね。あんまり長い期間いるってなるとちょっとね話しかけてみて、多分お迎えかなんかなんですよ。あそこで迎えられても困るんですよね。危ない。ちょっとまたね注意というか話しかけてみて様子を伺わないといけませんね。昨日もあそこにいたんですよね確か。ずっとあの看板の前に立ってなんか待ってるんですよね。注意したいなと思います。注意というのは声をかけるんじゃなくて意識的な気持ちをそっちにあの注ぐという注意で、あんまり何かやったらちょっと話しかけてみて様子を伺わないと、ジュニアがいるんでうちはやっぱね、ちょっとこうまあ今男の子も女の子もね、まあ、危ないんでちょっと声かけてみようかなと思います。会話できひんかったな。To meet you. To meet you. Hi. I want to meet. How are you? How are you? How are you?カミニマンで。カミニマン最後に日本語。そうリズのあれ取らなあかんな。そう。でも考えところですか。あ、そうなんだ。ということでリズチャンネル登録の方お願いします。